赤西仁は死ねえだろ。離婚後どちらに育てられた方が子供の未来は明るいでしょうか。わかりません。いや、完全放置主義で何にもしない親の元で育ったけどうまくいくタイプの子供もいるんですよ。例えばイェール大学の教授の准教授をやっている成田悠介さんは父親は失踪してます。でも結果としてそのイェール大学のその先生まで行けたわけじゃないですか。だからその失踪したことが良かったのかっていうと分かんないですよね。なのでその子供にとって何が良いのかっていうのは答えは分からないなんですよ。成田兄弟弟もね、上場会社でうまくやってボロ儲けしてもうその会社辞めてるんですけどっていうのもあったりするので、なのでその答えは分からないんですが、ただ自分はどっちをしたいのかっていう自分自身で考えておいてますよね。自分が引き取ったことでこの子を幸せにしたいと思えるのであれば引き取ればいいし、自分が引き取らない方が幸せになるんじゃないかなと思えば引き取らなければいいので、なので自分で決めることじゃないかなと思います。別になんか子供作んなかったら作んないで今の人生楽しいですっていう人っていっぱいいると思うんですよ。子供ができた結果それはそれで楽しいよねって言ってる人はいっぱいいるんですよ。子供ができると時間も取られるしお金もかかるし、そんなもんない方が絶対幸せだよねっていうのは子供を持ってない人はそう思うんですよ。でそれ論理的には正しいんですけど、でもその子供ができた家庭って子供ができてよかったって言ってる人結構多いんですよ。なんでそれは子供を持った人しかわからないんですよ。なので出来婚の人って出来婚の結果子供できてよかったよねって言ってる人たちがいるので、それは全然幸せだと思うので本人の問題だと思うんですよね。なので出来婚が良くないという理由が書いてないのでなぜそう思うのか分かりませんでした。赤西仁さんがエターナルコピーを知ってたことが話題になってました。ひろゆきさんのお気に入りの2ちゃんコピーを教えてください。すいません、僕そのエターナルコピーってやろう逆に知らないんですけども。篠田麻里子の不倫疑惑について長めに語ってください。音声がめちゃくちゃ面白いんですよね。タイムっていう映画で吹き替えをやった時にあまりに演技が下手っていうのがちょっと面白かったんですけど、で本気でその謝ったりとか逆ギレしたりっていう篠田麻里子さんだと思われる音声っていうのがあるんですけど、すごい迫真に迫ってるんですよね。なのでめちゃくちゃ面白いんですけど、そって不倫したよねという証拠がほぼほぼある状態で責められた時に最初謝るんだけど一回逆ギレをするっていう、要はいくら謝ってもダメだっていうので逆ギレをして、でも逆ギレもダメだよねって言ってやっぱり謝るっていうのがあって、あ、人間ってやっぱり逆ギレするんだっていうのが面白いのと、あとその音声があそこまで出ているにもかかわらず、そのインスタグラムで不倫はしていませんみたいなのを出しちゃうんですよね。あれがめちゃくちゃ頭が悪いのか、頭は悪くはないけど頭がおかしくなってるのか、もしくは何か闇の組織に騙されてるのか、あれだけ音声が出てたら不倫してませんって言っても、いやいやそうだったらじゃあなんであんな謝ってんのっていうのを、謝った音声っていうのが整合性が取れないんですよ。だから音声は私ではありませんっていうので切り抜けるっていうパターンもあるんですけど、さすがに難しいよね、だって元旦那さんでしょっていうのもあったりするので、なので不倫してないっていうのが筋としてはかなり難しいと思うんですけど、それを選んでしまうという時点でちょっと頭がおかしくなってるのか頭が悪いのか闇の組織に騙されてるのかどれかなのかなと思いました。あ、記憶喪失っていうパターンもあるのか。一切そんな記憶ありません、本当にそんなことした記憶はないですっていうパターンね。マリコ様、マリコ様は元 AKB のかな。はいはい、マリコ様すごいよね。マリコ様すごいよね。逆ギレするところとか、うん、こう謝り出すところとか、はい、でも違うよ、やってないからね。そうですね、してませんから、はい、まあ、何のマリコさんかちょっと僕も分かんないですけど、でも音声が出た後に、うん、一切やってませんっていうのをインスタで出しちゃうっていう根性がすごいよね。それをだって見て、え、じゃあ音声は何だったのっていうふうに人が思うであろうということが全く分からないのか、うんうん、音声が流れてるということすら知らない監禁された場所にいるのか何なのか分かんないけどさ、はい、で後その音声流れたじゃないですか、うん、めちゃくちゃ迫真の演技してるじゃないですか。いや、だからあれは演技じゃないという説もあるわけですよ。なるほどね、魂を込めるとあれぐらいできるわけです。そうそうそう、はい、やっぱりやらかしたのかな。いやいや、どうもやってませんから、はいはい、俺は信じてるということでございましてね、ありがとうございます。じゃあどのマリコさんなの。ねえ、わかんないね、いろんなマリコさんいますからね。篠田麻里子さん離婚されましたね。
よく今まで離婚しなかったなっていう感じで、いやあんなんすぐ離婚だろうと思ったらなかなか引っ張ってましたね。最近32歳バツイチ子持ちの女性とできちゃった結婚しました。当初は心から好きでやっていくことを決意しましたが、2ヶ月経って外を歩いていると若い子に目が行ってしまい後悔してるかもしれません。どのようなマインドでいればいいですか。私は20歳男性です。どんな人と結婚しても年取りますよ。例えば今27歳で27歳の人と結婚しても5年後その27歳の彼女は32歳になります。なので結局若い人がいいよねっていうのは見た目としては若い人はいいかもしれないですけど、結婚すると結婚した相手はずっと年を取り続けるんですよ。なので例えばじゃあ30年後ってその62歳と、30歳上だから5歳上だから67歳、多分誤差ですよ。なので年取れば別にそれぐらいの年齢差ってどうでもよくなるんで、若い人が好きとかっていうのは性欲の問題で置いといて、結婚相手として幸せかどうかっていう方で考えた方がいいんじゃないかなと思います。大学3年生、避妊に失敗し彼女を妊娠させてしまい産むことが決まりました。飛行機が必要なほどの遠距離ですが彼女を愛しています。自分なりに覚悟は決めて、この後の認知は絶対しようと思い結婚を考えています。入籍は3000の今か2年後就職してからどちらがいいでしょうか。で、既婚についての意見もお願いします。本当に結婚する気でいるんだったら入籍しないでシングルマザーの方が役所の補助が多いです。シングルマザーで仕事できませんっていうと生活保護取り放題じゃないですか。でも入籍しちゃうと就職すると思うんですけど、就職しちゃうと生活保護取れなくなっちゃうんですよ。なのでシングルマザーでこっそり仕送りっていうパターンの方が2人の生活で見たらそっちの方が収入多いので、なので本当に結婚するっていう覚悟があってそれも伝えて相手が信用できるのであれば、そのシングルマザーにしちゃった方がその身入りが多いです。東京は54万ないと普通に暮らせないと、帰宅モデルの一人暮らしは24万ないと普通に暮らせないと記事が出てたので、ひろゆきに怒られるぞって書いてきました。でも立ってもいられなくなくて、地区に言いました。バシッと言ってください。練馬区に住んでて、家賃9万円で43メートル平米の家に住んでて、9万5000円。で、子供2人で、両親共働きっていう家庭が54万円の収入がないと、子供を大学に入れるのはきついよねっていう話なんですけど、これ元で、データあるんですけど、実際そうですよ。教育費にちゃんと金かけようとすると教育に全く金をかけない かけない家庭っていうのも世の中にはあります。その塾行かせません、公立だけでいいですと。頭がいい子だったらなんとかなるんですよ。ちょっと1時間ぐらい巻き戻してもらえると、知能は遺伝するって話をしたと思うんですけど、残念ながら54万円共働きって親頭悪いんですよ。なので頭の良さと収入は比例しますと。頭がいいと30で年収540万ということは、だいたい片方270万、もう片方270万なので、300万円に行かない共働きなんですよ。ということは、親のその DNA 的な IQ はそこまで高くないと。そうすると、子供もそんなに頭が良くない確率が高いと。っていう子供で、塾にも行かせません。いい学校も行かせませんってなると、結果としては頭が良くないのに教育環境も良くないので、試験のテストが悪いんですけど、東京に住んでると世間体があるので大学に行かなければいけないので、聞いたこともないエフランク大学に入れるということになり、結局年間に100万円ぐらいの学費がかかるけど、頭が悪いし学費も高いしエフランだから卒業したとしても微妙なポジションっていう子供が2人出来上がります。それがもし分かってるのであれば、 IQ 的なその頭の悪さがあったとしても塾に入れるとかいい学校に入れるっていうので下駄を履かせることは可能なんですよ。高校とか大学の入試のレベルのその能力って本当に必要なその IQ の能力っていらなくて、テクニックで結構なんとかなるんですよ。この話前もしたと思うんですけど、高校2年生の時の古典のテストでセンター試験かなんかのテストを出してきたのかな。僕古典全く勉強したこともなくて大嫌いだったんですけど、クラスで2位の点数を取ったっていう話をしたことあると思うんですけど、それがなんでクラスで2位の点数を取れたかっていうと、マークシートって問題と答えを見れば知らなくても点数取れるんですよ。っていうぐらいテクニックでなんとかなるんですよ。人間ってこういう問題を作った場合こういう答えの配置をするよねっていうのを知ってるだけで、全く知らない問題もある程度の点数取れるんですよ。そう、この話425回目なんですけど、っていうのがあるので、頭が悪
悪くてもそういうテクニックを教えてくれたりとか受験の仕方を教えてくれる塾に行くとそこそこの学校入れるんですよ。でそこそこの学校入って学歴を積んじゃえばそこそこの企業入れるんですよ。なのでバカでもなんとかなるんですよ。旦那がメイド喫茶に毎日通い年間で300万も使ってしまいました。メイドだけではなくピンサロとキャバクラかっこ横浜限定サロンにも行ってました。実際を貸したいのですがおすすめの方法はありますか。離婚をちらつかせて給与の振込口座を変えさせてください。変えた口座はあの奥さんしか下ろせないようにしてください。給与が振り込まれる口座から毎月お小遣いとして3万円ずつ払うとか5万円ずつ払うみたいな契約書を作ってその通りにするっていうのでそれができないんだったら離婚するみたいな形で自由にお金が使えるという状況をやめた方がいいです。口先だけでもう二度とやらないとかなると思うんですけど二度やります。性欲をコントロールするのってすごく難しいらしいんですよね。僕はあの知名度のある人とか成功する人と比べて明らかに性欲少ないなといつも思うんですよ。そういう人の話を聞いてると。なんで僕がじゃあ性欲少ないかっていうと性欲少ない元に性格だからなんですよ。性欲強い人が性欲を抑えられるようになりましたって僕聞いたことないんですよね。なのであの多分性欲強い人って暴殺とかになれば別なんですけどほとんどコントロールできないんじゃないかというふうに思っていて、なのでピンサロ行きますとかメイド喫茶行きますとかっていう人って多分止められないんだと思うので物理的にお金が使えないっていう形にした方が問題は解決しやすいんじゃないかなと思いますけど、コメントで、あの、乙武さんの悪口をやめてくださいっていうのがあって、多目的渡部さんとかもね。だからやっぱああいう人ってもう、そういうもんなんで、変わらないんだと思うんですよね。なので、あの、あ、もうこれありかもしれないな。嫁が家庭内メイド喫茶やればええやん。確かにね。これ正しいかもしれないですね。じゃあ私がメイド喫茶やるからお前が金払えみたいなのあるかもしれないですね。300万円メイド喫茶の旦那に給与振込口座変えろって言ったら二度としませんと8回言ってフリーズしました。報告です。これ絶対やりますね。二度しますね。それやられたらまずいって思ってるところで、全然大丈夫です。問題ないですっていうのであれば、別に口座変えると何の問題もないですになるんですけど、口座変えたくないという時点で自由なお金欲しいですって話だと思うので。